皆さんこんにちは、くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。今回は私の大好きな水栽培、これの夏の管理方法、注意ポイントなどをお話ししていこうと思います。結構ね、水栽培、私の大好きなモンステラのようにアロイド系、気根を出すような植物を育てている方はこの水栽培も水差しでされている方多いと思うんですけれども、これね、先日ご紹介させていただいた、100均のダイソーで200円で揃うビーカー、そしてフラワーベース、これに、水差しの、私は今斑入りのモンステラを育てているんですけれども、水栽培だからこそ気をつけてほしい夏の管理方法があるので、今回はね、ぜひそういった水栽培されている方を最後まで見ていただけると嬉しいです。くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。水栽培っていうのはまずメリットとして、土を室内に持ち込まなくても育てられるので、土臭いだとか土を室内に取り込みたくない方でも観葉植物をとても気軽に手軽に楽しめるっていうのと、水が見えるっていうのは、結構土栽培で育てている方、水やりのタイミングがわからないっていう方が多いんですけれども、そういった難しいことはなく、結構ね、簡単に手軽に初心者の方でも育てることができます。水の水質だけきれいに保ってもらえれば、虫の発生がとても少ないのがこの水栽培の特徴です。あとはこの水栽培、もちろんこのね、土に発生する虫、例えばコバエなどは発生がしづらいんですけれども、もちろん葉っぱがある観葉植物ですので、肌に貝殻虫の被害が出ないわけではありません。これは土栽培でなくてもついてしまう可能性はありますが、そういったね、害虫の発生も結構土栽培に比べると少ないのが水栽培のメリットです。この水栽培をしている方に夏に注意してほしいポイント、一つ目としては、水質、クリーンなものを保ってあげるようにしましょう。できれば水替えは長くても3日に1度はしてあげた方がいいと思います。で、これは私は毎日やっているんですけれども、なかなかね、そんな毎日手間かけられないよって方でも、夏は水が腐りやすいっていうのが一つあるので、3日に1度はね、変えてあげることをおすすめします。これは室温をね、しっかりとキープした状態で3日に1度っていう形なので、例えばこの水栽培を外でやってる方はもっとね、水の腐敗が早いかもしれないですし、そこは臨機応変にご自宅で育ってる環境で水がね、腐らないような状況を作ってあげる。我が家では27度から8度ぐらいで、適温って呼ばれる気温をキープしているんですけれども、水耕栽培、水栽培などを置いている方、結構ね、棚上に置いている方なども多くって、そういった棚の部分っていうのは室内の気温よりも暖気がそこに溜まってしまっている、暑くなっている可能性もあります。水栽培の成功させるコツとしては、水栽培だからといってあまり薄暗いところに置くことはせずに、結構ね、日当たりも土栽培のものと同様、植物に合わせて明るいカーテンレース越しなどに置いてほしいので、そうなると、例えばこれを窓際に置く、そうするとそこが暑くなって、このね、水温も上がってしまいます。植物は気温もそうなんですけれども、水温も冷たすぎてもダメですし、30度以上のお湯になってしまっても、ぬるま湯でも観葉植物は嫌うので、水を変える時も常温に戻した水をこの子に与えてあげる。蛇口から出た水が極端に冷たくなければ大丈夫ですが、もしね、お水が冷たいようであれば、ちょっと室温に戻してあげるなどもしてあげてください。ちなみにね、私がね、住む沖縄は水道の水ですら若干ぬるいことがあるので、むしろ冷たくなるまで待つなんてこともあるんですけれども、臨機応変に3日に1度変えてあげることをおすすめします。あとはこの水を3日に1度変えてほしい理由として、水栽培の場合には土がないっていうところで、デメリットとして、この株については根っこがないのであまりないんですけれども、基本的に根っこからは老廃物っていうのを排出して植物は生きています。で、この老廃物は土に入っている微生物などがこう分解したりとか、水を与えるときにこう流れていったりするんですけれども、水栽培の場合はこれがどうしてもこのね、ビーカー内に溜まってしまうので、それを洗い流すっていう要因でも水替えはしっかりとしてあげてください。あとは水栽培、このね、水だからっていうところで肥料を与えなくていいのかっていうところなんですけれども、このね、夏の成長期は観葉植物ぐんぐん成長したいので、ぜひ肥料も与えてあげてください。こちらの微粉ハイポネックス、即効性の水に溶かすタイプの肥料です。液体のハイポネックスもあるんですけれども、あれはね、土栽培に結構適しているようなので、こちらの微粉ハイポネックスを1000倍に希釈した微粉ハイポネックス用
液1000倍希釈のものを水栽培の植物にはだいたい1週間に1度与えてあげる、3日後に変えてあげるっていう風にしてあげてください。で、肥料をしっかりと据えていないと水の中には肥料成分が入っていないので軟弱で弱く育ってしまう、間延びしたりとか、あとはね、たくましい植物にならないので、水栽培のものには肥料はしっかりと与えてあげてください。で、冬場は肥料は観葉植物基本的にどの株にも与えないので冬はいらないんですけれども、夏、この成長期と呼ばれる春から秋の間には微粉ハイポネックス1000倍に希釈したものを与えてください。あとは水栽培のもの、棚の上に置いていたりと、こうね、光がしっかりと入るような、カーテンレース越しの明るさが取れるようなところに置いていると、水もクリーン、そして肥料も与えられている、日光もしっかりと取れているっていう風になった時に結構苔が生えやすいです。緑色の苔なんですけれども、この苔が生えるっていうのは、まあ、このね、状況がいいっていうのもあるんですけれども、なかなかね、見栄えも悪いですし水質も悪くなってしまうので、苔が生えないようにやっぱり水替えが必要だと思います。苔が生えてしまった場合にはきれいにね、掃除をしてきれいな状態のビーカーに戻してから、この水栽培を再開してください。で、この水栽培の場合に苔が生えるっていうことが少ないんですけれども、水耕栽培で例えばハイドロボールで管理している場合、結構ね、そんなこまめに3日に1度水替えができないと思います。水栽培に関しては3日に1度でも毎日でも簡単に水替えるだけなのでできるんですけれども、水耕栽培の資材を使っている方に関しては1回ね、植物を抜くような形になってしまうので、継ぎ足し継ぎ足しで育てている方が多いと思います。その場合にはビーカーの中の3分の1程度の水を入れてあげて、なくなったら継ぎ足す。だんだん気温が落ち着いてくると苔の発生もしなくなってくるので、そしたら3ヶ月に1回洗ってあげれば大丈夫なんですけれども、夏場はどうしてもちょっと苔が生えやすい、ここもね、注意してください。あとは水栽培されている方、夏、その生育旺盛っていうところで白くフレッシュな根っこも出るんですけれども、同時に古い根っこは枯れて茶色くなってくることがあります。で、これをそのまま放置しておくと水質が悪くなるのと同時に根の腐敗がどんどん進んでしまうので、水替えをする時などにぜひそういった茶色い根っこは切ってあげて、白くフレッシュの根っこだけにするようにしてあげてください。茶色い根っこはそこから吸水することはできず、結局水耕栽培、水栽培で一番怖い根腐れにつながってしまうので、根っこの先の部分ちょっと茶色く腐敗してきたなと思ったら、そこは思い切ってカットをして白くフレッシュな根っこをまた出してあげてください。茶色く腐った部分カットするとまたフレッシュなものが出やすくなるっていう効果もあるので、それは放置せずしっかりと管理をしてあげましょう。はい、では今回は夏に注意してほしい水栽培の管理方法をお伝えしてきました。こうやってね、植物が増えるっていうのはとても楽しいんですけれども、手軽な分ちょっとしたコツでよりね、たくましく元気に育てることもできますので、夏のこの成長期を謳歌させるためにもちょっとした一手間かけてあげてほしいなと思います。はい、今回の動画参考になったと思ってくださった方、ぜひグッドボタンいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録もお待ちしております。はい、くるみデリチャンネル、くるちゃん、今回はこの辺で、バイバイ。